ジョージ・ロンドンは、カナダ出身で、アメリカ合衆国を中心に活躍した、バスバリトン歌手。多彩なレパートリーを駆使して、冷戦下のソビエト連邦を含む、世界各地の劇場に出演したが、発声障害によりわずか47歳で歌手としての、キャリアを終えた。その後は後進の育成とオペラの演出を手掛けたが、こちらも病に寄り道半ばで終止符を打った。 歌手としてのキャリアこそ短かったものの、生涯に出演した公演には、記念碑的なものが多く含まれている。カナダ出身ではあるが、参考サイトなどで、ファーストアメリカンシンガーや、アメリカンボーカルアーティストなどという表現が、使用されるなど、アメリカの歌手として扱われていることが多い。ジョージ・ロンドン、本名をジョージ・バーンスタインは1920年5月30日、実地領カナダ。 モントリオールに生まれる。両親、父ルイスと母ベータ共にロシア帝国からアメリカに移民として渡り、1911年にアメリカの市民権を得ていた。ジョージはユダヤ系の子供が通う学校で初等教育を受けた。ベータはジョージを溺愛する一方、父ルイスは健康が優れず、これに追い打ちをかけるようにウォール街大暴落に橋を。 発する世界恐慌により家の財政は破滅した。ルイスは医師からカナダに留まった場合は健康が保障できないと忠告を受け、一家は1935年にカナダを離れてロサンゼルスに移り住むこととなった。ジョージはハリウッドの高校を経てロサンゼルスシティカレッジに進み、1942年にロサンゼルスでベルリー、ー つばき姫のイシグレンビルでアマチュアとしてのデビューを1946年にベルリ、リゴレットの表題役にプロとしてのデビューをそれぞれ飾る。同じ1946年にはヒンデミットの新作レクイエム、戸口に先残りのライラックが咲いた頃の世界初演にも参加。やがてコロンビアアーティストマネジメントのマネージャーであるアーサー・ジャドソンに見出されたジョージはソプラノ歌手、 フランシス・インド、テノール歌手、マリオ・ランツァと共に、ベルカント・トリオを結成する。1949年、ジョージは初めて、ヨーロッパの舞台に立ち、アンデア・ウィーン劇場でのウィーン国立歌劇場公演で、カール・ベーム式によるベルディ、アイーダで、アモナズロを歌った。この公演はセンセーションを巻き起こし、1950年の、 エディンバラ国際フェスティバルへの出演及び1951年から再開されたバイロイト音楽祭への出演は後に続くアメリカ出身歌手へヨーロッパの舞台への道を切り開いた。1951年にはメトロポリタン歌劇場にアモナズロでデビューを飾り、同じ年にはベートーベン、フィデリオのドンピサロでスカラザデビューを果たした。1952年10月、 ジョージは、ディミトリ・ミトルプーロスが指揮する、ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団の公演において、ムソルグスキー、ボリス・ゴドノフの表題役、ボリスを歌う。翌1953年には、ロンドンでも、ボリスを歌って、成功を収め、ボリスは、生涯の当たり役の一つとなった。ジョージは、ボリスを、メトでも歌ったほか、1961年には、冷戦下のソビエト連邦にり、 ボリショイ劇場にて歌った。アメリカの歌手がボリショイ劇場を含めたロシアの劇場でボリスを歌うのは史上初めてのことであった。パリ、ブエノスアイレスの劇場のほか、1964年9月には東京オリンピック開幕を控えた日本を訪れ、岩城博之式、NHK 交響楽団と共演し、得意のボリスのほかモーツァルト、ベルリ、 ボロディンの作品のアリアを歌った。しかし、ジョージのキャリアは突然終わることとなった。1961年頃から生体に障害ができつつあることを自覚しており、ジョージは騙し騙し歌い続けることを試みていた。障害は具体的には生体につながる神経のうちの一つが萎縮していたというものであった。1968年、ジョージは ワシントン DC のジョン F ケネディセンター芸術監督に就任。これは同時に歌手人生からの退場をも意味していた。ケネディセンターでの職務を1971年まで務めた後、国立オペラ研究所の監督を1971年から、ワシントンナショナルオペラの芸術監督を1975年から、それぞれ務めて、行進の指導やオペラ上演の監督を務めていた。 ロサンゼルスとワシントンでオペラ上演を扱う工業会社の設立の話もあったが、1977年に心臓発作に見舞われた際に脳にも障害を負って話すことも書くことも不自由となり、1980年以降は一切の仕事から退いて自宅での介護生活を余儀なくされた。1981年、ケネディセンターは事前コンサートを開き、 その収益をジョージの介護生活にかかる費用の足しとした。1985年3月24日夜、ジョージロンドンはニューヨーク州アーモンクで生涯を終えた。64歳ボーツ。その死はアメリカのオペラ界の歴史における有望な音楽家の死と受け止められた。左からジョージ、フェルナンド・コレーナ。 ロバータ・ピータース・ジョージ・ロンドンのレパートリーは幅広く、ボリス、アモナズロの他に、モーツァルト、ドン・ジョバンニの表題役、ワーグナー、パルジファルのアンフォルタス、サマヨエル、オランダ人のオランダ人、タンホイザーのボルフラム、ビゼー、カルメンのエスカミーリオ、プッチーニ、トスカのスカルピア、チャイコフスキー、エフゲニー・オーネーギンの兄弟役及びオフェンバック、ホフマン物語のコッペリウス、 ダペルトゥット船長、ミラクル博士を呼びリンドルフなどが、レパートリーの中核を成していた。もっとも、善玉も悪役もしっかり歌い分けができるために、時には、便利屋的な、使われ方をされることもあった。ジョージが所属していた、当時のデッカには、テノールに、マリオデル・モナコ、ソプラノに、レナータテ・バルデを用していたが、バリトン部門は、ジョージやアルド・プロッティがいたものの EMI が用していた。 ティートゴッピーのような存在感には欠けていると見られた。デッカは1959年に、テバルディのトスカ、デルモナコのカバラドシ、そしてジョージのスカルピアという顔ぶれで、トスカを録音したが、評論家の黒田教一は、テバルディ、デルモナコと顔を合わせした時のジョージの歌声を異質と断じている。歌手人生は短いものではあったが、その中には前日のボリショイ劇場における、 ボリス公演の他にも記念碑的な公演が多く含まれている。1950年4月6日と7日及び9日、ニューヨークフィルはレオポルド・ストコフスキーの式でマーラーの公共曲第8番1000人の公共曲の公演を行い、ジョージもソリストとして参加した。この公演はラジオ中継され、その音声をレコード化したものは1 0 0人の公共曲の録音のうち、 最も古いものの一つに数えられている。また、リヒャルト・シトラウス、アラベラは1955年にアメリカ初演されたが、ジョージはアメリカ初演の公演でマンドリーカを歌っている。ジョージは、バイロイト音楽祭の他に、ザルツブルク音楽祭にも出演歴があるが、モーツァルトの記事で開かれるフェスティバルで初めて、モーツァルト作品の主役を歌った。 アメリカ大陸出身の歌手としても記録されている。ヨーロッパの舞台に初めて立った際、ウィーン国立歌劇場は第二次世界大戦末期の空襲で破壊されて再建途中であったが、1955年に再建がなって一連の記念公演が開かれた際にも呼ばれて、ドン・ジョバンにオネーギン及びアモナズロを歌っている。ありがとうございます。